奥さんが。それ見てて。急に責任感じて逃げようとしたんですよ。何？そうですよ。そうですよ。そうですよ。急に責任感じて怖くなったんですよ、あなたは。そうですよ。おいおい、すっとん黙って聞いてるよ。おい、バカある、ちょっと来てんやろ、この野郎様。野郎、おい、さっきから黙って聞いてるよ、このババア。あれ、てめえこそなんだ、その態度。あれ、おいおい、聞いてんのか、このババア。デビなんかデビより人が知らないけどよ、この野郎。ちょっとよしな。いいです、何も関係ねえやじゃん。いいです、いいです。うるせえ、あれ黙ってる。なんだって、うるせえ。だってそこで夫婦喧嘩してる。ちょ、なんだこれ。やぶかしといて人によ。ああ、ふざけんな、この野郎。やっぱりせっかくここまで来たんだから、あなたまたそれをぶつけてどうすんのよ、うん、せっかくここまで来て、あなた気持ちがせっかくしたらまた元に戻っちゃうわけでしょ。っていうの、何かあった時にそういうものをこう男にぶつけるあなたがいけないのよ。でも私だって悪いけど黙っていないですよ。彼女にあそこまで言わせといたのよ。うるせえよ、自分が吐いた言葉じゃんか、黙ってろ。じゃああなたはっきり言いなさいよ。何をだ。何をだって、彼女が決心したことに対して。これ堂々巡りになるんだから同じじゃないの、そんなの。でもね、そしたらね、パネラーの方たちも奥様の気持ちもう少し汲んであげた言葉をねかけたらべきですよ。十分汲んでるわよ、分かってるわよ。でもあなた考えて最後に出た言葉があの返事よ。まあいいや、そりゃ時間かかるわよ、反抗するのに。だってそこまで切羽詰まってきてるんだから、だから煽り立てるようなこと言わないでちょうだいよ、ね、元に戻って。奥さんのあれはじゃあ、あの沈黙はあなた何だったのって言ったら、それはじゃあ今までのことは。じゃあ誰がそれを言い始めたんですか。あなたでもそういうこと言ってほしくないわ。私は一生懸命2人をまとめようとしてたのに、彼女の性格だったらここまでやったのにと思いますよ。そうですよ、2人で煽り立ってた。あなた、いや、私悪いけど、もうあのいいですよ。私はもうこれで私はもうこの、あの番組やめさせていただきます、うん、ありがとうございました今まで、うん、それはまあデビさん後からゆっくりお話ししましょう、はい、ね。それやめるやめないってね、それはもう違うことだ。私、はい、みんな必死になっちゃうんだ。生意気なこと言う、ふざけたこと言う、嫌なこと言われる、辛いところみんなに言われる。カッとなるの分かる。だけど言うのはみんなあなた方二人のこと考えてるからなんだよ。そうなのよ、必死なんだよ。デビさんだってみんな先生みんなそうだよ。いや、私なんて二人を何とかして元通りにさせてあげようと思って一生懸命やってただけですよ。でもあなた先生ね、あなた奥さんがあそこまで、ね、決意した時に水を差すようにまた奥さんのことをね、あの非難するようにしたから私怒ったんですよ。まあでもそれはね、みんな真剣にものを考えてるんだから。自分たちのお点を取るよりも真剣に考える発言をしましょう。私も立ちます。切っちゃった、うん、はい、これ俺のじゃないの。あ、これあれだ、AD だ。じゃあこの後さ、でもあなたそれだけ考えた結果だから、そうだからよ、そうだよ、うん、頑張れよ。あ、なんとか元の鞘に収めるという努力をずっとしてきたわけじゃないですか。でもその姿勢は出てるから、もう全然放送見りゃ分かりますよ、それ。でもね、二人をこうやろうとしてるなっても全然出てる、ね、ババアババアとかって言われない方がいいって、もう、うん、はっきり言って、もうはっきり言ってね、もうそれこそない。でもね、私が一生懸命、でもね、パネラーの人だって分かってなきゃいけないですよ。私はこの二人を元の鞘に収めようとして、うん、ね、せっかくあの奥さんがああいうことを言う、あの何、あそこまであの譲歩して、すごい勇気を持って譲歩した、うん、そしたら森山さんね、うん、奥さんはまたね、そこでもう一回切ろうなんてしなくていいわよ。ご主人の方にみんなが待ってるわけですから、返事をする。あのご主人はあのおじけちゃったんですよ、最後に。あの奥さんがそうですよ、もう責任あの持たせられたから。ただね、だから、ね、だから本当はね、殴られて、ね、いるのを寛容するね、立派な男だと思ったけど、実際はそういうふうに育児のない男だったのよ。でもね、それババアババアとかってもう言われない方がいい。そでもあなたはね、司会でしょ。 そしたら中立立場なきゃいけないですよね。そしたらね、あの
パネラーと一般出演者が何かあった時には両方にまあまあって言うならいいわよ。私をね、侮辱することはしなくていいですよ。でもそれはだってさ、侮辱じゃないじゃない。人間が見てるそれをカットしてもらえばいいじゃない。侮辱なんか、いや侮辱なんかしてませんよ。私はだったら、私はだからもう出演しない方がいいっていうの。それは侮辱になってないから。いや侮辱になってます、侮辱じゃないですよ。それはそんな、これ日本人だって、それはだってあんたはっきり言って、じゃあカットしてもらえばいいじゃないですか。いやカットしてないから私怒ってます。じゃあ言えばいいじゃないの。それは先生から怒ってますよ。だってババアババアって、私だってはっきり言ってババアババアっていうのもそんなに、何かのババアババアって言えばこっちだってあんた、そんなの言わしたくないしね。言わしたくないってババアババアって、言わしたくないわよ。だから私言ってんですよ、言ってるけど。だったらパネラーの人たちも点取り虫みたいなことを言わないでね。もうね、僕はね、あんたの気持ちよくわかるんだよねとかね、言うことはやめましょうよ。だから私はだから反対にそういうババアババアってことはもうこういう人たちに言われてなくないのよ。でだったらあなたね、向こう先に制しなさいよ。だってだって止まらないじゃないですか、喋ったら。あら、そんなことだからやめて。だからここでもうそのまんまもうちょっと回しといてやめなかったら。意見言う必要ないでしょ、私は。じゃあスタートします。でもあなたね、そうなったら堂々巡るって言うけど、堂々巡りにさせたのはお医者様ですよ、私じゃないですよ。あら、まあそれに関しては言わないじゃないですか。でもそれ堂々だ、せっかくだってさ、はっきり言って、いつもそうや、あなた方みんな私のせいにするじゃないですか。してないです。あら、いつもしてますよ、冗談じゃない、いつもしてますよ。いつしました、私。あ、いつもよ。何いつもですよ。してない、大丈夫大丈夫。そんなこと。本番参ります。はい。本番参ります。はい。大丈夫。とにかくさっきの回は最後に回してください。さ、最初のご夫婦はこちらの方です。本番参ります。え、もう行くの？お、ちょっと待って。はい。巻きでね。わかりました。5秒前。8、7、6、5秒前。4。私やっぱりやめるわ、申し訳ない、ごめんなさい。まあ、私本当も、私美川さんにそのこと言われてないです。何も言ってないよ。いや本当に、いやあんなことはないですよ。ないじゃないですか。いや何、何が侮辱なんて、侮辱なんかしてないですよ。してますよ。あなた、私日本国中から電話が入りまして大変だったんですよ、この間。あなた大変だったんですよ。ってないって。それだったらこちらに言って、私それはそんなことは知らない。あそこまで言ってない。カットして、カットしてもらえばいいじゃないですか。そうしたら、いやカットしないから、私ジャパンプロデュースにすごい抗議いたしましたよ。だって私は侮辱なんかしてないじゃないですか。それは宮川さんと違う。いやちょっと待って、違う話だから。ますよ。さあ、もう仕事は引き受けた限りやろう。はいはい、お芝居まで。はい、本番参ります。はいはい、それはまた後の話。仕事は最後まで。はいはい、10秒前。では続いての方どうぞ。おい、ウイになりたくなかったからこっち怒ってんだよ。わかんねえよそれ。田舎者だろ。で3人みんなに原因があるんだよ。相談しちゃダメなの。だから男と女2人でいればな、優しい言葉だって書けるだろ、甘い言葉だって書けるだろ。やっぱり2人ともしてるんだ。たまたまこうなっただけであって俺じゃなかった。こうなっていいの？なったもんはしょんねえじゃん。なっていいよ。あったの？旦那はっきりしなよ。その女とどうすんだよ。あなた悪いわよ。だからなんでよ、こいつが悪いわよ。なんでそっち使われるのよ。はい、お待ちください。なんか美香さん、モデルさんにしたいような素敵。おう、どうぞどうぞどうぞ。ねえ、そそっとしたね。もうご結婚なさった？あ、してます。何年ぐらい結婚した？結婚して1年半ぐらいですね。1年半、はい。なぜ彼女が今日ここに登場したのか、ちょっとご覧いただきたいと思います。吉見さんと安明さんは2年前運命的に出会う。友人と偶然入った喫茶店でアルバイトをしていたのが安明さん。2人はその時からお互いに意識するようになる。吉見さんと安明さんの仲は急速に深まり、交際が始まるのに時間はかからず、幸せな時だけが過ぎていった。そして交際数ヶ月後、吉見さんは妊娠。ねえねえ、妊娠したみたいなの。男の子かな、女の子かな。安明さんはあまり喜ぶ様子を見せなかったが、責任を感じ結婚を決意する。ところが結婚をしばらくすると夫の帰宅がだんだん遅くなり、吉見さんは不安な時間を過ごすようになっていく。
朝早くに仕事に出かけ、夜遅くに帰宅する夫は子供と顔を合わせる機会も少なく、たまに子供が安明さんの顔を見ると人見知りをするかのように泣き出してしまう。ただいま。おかえりなさい。ねえ、聞いて聞いて。そうね、すごかったの。スーパーに買い物に行こうと思ったら、しかし夫は妻に対して無反応。よしみさんが話しかけてもこれといった返事もなく、夫婦の会話は全くと言っていいほどなくなってしまった。ねえ、あなた疲れてるの？もう寝るわ。そしてここ最近、夫の行動がどうも怪しい。普段よしみさんとはろくに会話もしないのに、部屋から夫のひそひそ声が聞こえてくる。中の様子が気になって開けてみると、で？あ、そうなんだ。そら調子。ちょっとあなた、誰と話してるのよ。私とは全然口聞いてくれないくせに浮気してるんじゃないの？うるせえだろう。俺が信じられねえのかよ。ふざけんな。何が浮気だよ。お前自分のことばっかりじゃねえか。俺がお前のためにどれだけ頑張って働いてるか全然分かってねえじゃねえか。今では夫に対する愛情も冷め、嫌悪感すら覚えるようになってしまった。夫が本当に浮気しているのであれば離婚したい。まあ夫に登場してもらいましょう、その方が早いでしょ。はい、ご主人どうぞ。はい、お待ちどうさま。じゃあ、あちらの方にしてちょうだい。ご主人さ、まあ、色を今再現ドラマさ見せてもらっててね、で 何かが嫌でうちに帰るのが遅くなったとか何かあるわけ？っていうかね、再現 VTR でほら暴力振るってたでしょ。遅くましたことねえじゃん。するじゃんよ。はするでしょ。するってさ、手挙げたの1回だけじゃん。しかも蹴ったりもしてねえじゃん。だってしてる。はこれ、あなた旦那はっきりしなよ。その女とどうすんだよ。それとこれだめ。そうだって言ってんじゃん。こういう風になりたくなかったからこっち怒ってんだよ。優しい言葉をかけてくれますね。本当は結婚したくなかったんじゃないの？慰めって何？抱くこと。流れでそうなっちゃった。流れって何？流れだよ。流れって何？涙流してかわいそうと思いません？で、3人みんなに原因があるんだよ。田舎者だろ。女の今さら。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。暴力振るってたでしょ。遅くましたことねえじゃん。あるは？するじゃんよ。はするでしょ。するってさ、手挙げたの1回だけじゃん。しかも蹴ったりもしてねえじゃん。だってしてる。はしてるしてない、まあ、ご主人してみよう。ちょっと激しいんじゃないかと。奥さんの話がね、なんか不満はあるの？でもえ、なんか不満はあるの？いや、不満はいっぱいあるさ。やっぱえ、いくつ違うんだっけ？4つです。4つ違う。ちょっと2人で話してください。いや、あのさ、あんたにさ、結構何、あんたここ出てさ、そのこういう風になったでしょ、うん、で俺実家からさ、遠くから出てきて、一人で出てきて、で、ねえ、あなたと結婚するまで一人暮らししてたけど、結局耐える人もいないから、俺は、だから稼いだ全員の中で、それやるしかないし、もし金がなかったら、もうそれはもう食うの我慢したりして、それは生活していかなきゃなんないっていうのをしたから、ね、結婚した時は、だから俺の、ね、言うことは聞いてくれよみたいなことは言ったでしょ。聞いてるじゃん。え、言うこと聞いてるじゃん。聞いてんのにさ、なんで俺より給料少ないやつの方がさ、生活、結婚してさ、生活してんのにさ、なんで自分生活やんの。毎月毎月金ない金ないとか言ってさ。お金がなくても生活してるじゃん。だからは生活してるじゃん。生活してるって、金ねえ金ねえって、お前余計費とか言って化粧品とかさ、服とか買ってさ、でなんで俺が5000なの。子供だってさ、全然懐かないじゃんよ。しょうがないよ。いいの、それで。顔忘れねえんだもん。お前大体だってあれじゃん、言葉をずるから話しかけんなとかわけわかんねえこと言うじゃん。じゃあなんで直さないの。は、なんで直さないの。直したっつうの。俺直ってないじゃん。
なんでだかって直さなきゃなんないの？なんで合わせなきゃなんないの？あんたに。なんで普通さ、そっちの東北の方から出てきてさ、直してよ。いや直してって、直す必要あるっすかね？直さなきゃなんないんすか、外出てきたら。なんで直さなきゃなんないの？子供にいいでしょ。しかも家でさ、使ってて、なんで悪いの？要するに話が分かんなくなっちゃうけれども、今話してるのは、奥さんは子供に旦那の東北なまりを使った言葉で子供に話しかけるなと。話しかけるなとは言わないけど、うつるからやめてって言うから。だから映っちゃうじゃん。映ったっていいだろう。ね、何も映っちゃまずいのかい？もっとそんなことよりももっと根本的な問題じゃないの？でもその言葉のことは、うん、他に嫌なことがあって、この人の態度とかやってること行動とかに嫌気がさしてきて、でもそのうち顔も見るのも嫌になってきて、それで積もり積もってもで最後にその言葉の問題が出てきたっていうだけで、最初から言葉が嫌だとかそういうわけじゃないんですよ。箸の上げ下げも嫌なんだな。いやそこまではだってさ、それ前から言ってるじゃん。だって何を？言葉直して言葉直して、お前子供生まれてきてほとんど言ってるじゃん。だから全部が嫌になっちゃう理由のさ、最初にもう一緒にいるのが嫌だなとか思い出したきっかけはどういうことなの？赤ちゃんが生まれてから？だいたいそのくらいなんですけど、だからこの人が私に隠れるように、に毎晩どっかに電話をしたりだとか、週末全然帰ってこなかったり、普段の日も全然遅くまで仕事の帰りに一回家にも寄らずにそのままどっか行って、結局家に帰ってくるのは夜の12時とか。なんか疑い始めちゃったな。そうです、毎晩ですよ。もうないがしろにされてる感じなの。全然なんか、だからさ、俺がさ、そういうふうに何、真面目な話をしようと、別に怒ってんじゃないんだよ。真面目な話をしようとするとさ、ねえ怒られてんのかと思ってさ。バカにした言い方のように言うか、バカにしたように言うから。だってそんな、なんか見下したようにさ言うことない。いや見下しててしょうがないでしょ。だって俺一人がししたことあるから。あなただってさ、したことないでしょ。分かんないでしょ。分かってる人間が分かってない人間に教えんだからさ、しょうがないでしょ。見下したってもっと違う言い方とかないの？違う言い方してもねえや。あなただって聞かないじゃんね。見下した言い方が嫌だから聞かないの。でもあなたもそういうところはすそう、あの彼にそういうふうに思われたくない、そんな言い方をされたくなかった、もう少ししっかりしたら。もう頑張ってやるようにはしてます、別に最初からやる気がないとか。いや頑張ったってやってきなきゃダメなんて、どうしようもないでしょ。金なんてさ、稼いだ分しか来ないんだから、増えないんだからさ、その中でやっていくしかないでしょ。うん、全くその通りで、全くその通りないんだから。だから奥さんがあれね、結婚っていうものがどういうものかってあの分からずに結婚してるっていうことが一番いけないんじゃないかしらね。でもあなた今こうやってあの泣いてらっしゃるけどさ、別に何でじゃないんだよ。悔しくてとか悲しくてとか、どういう涙が。悔しいのもありますけど、私としては頑張ってやってるし、やってるつもりだし。たまにはあの褒めてもらいたかったんだろう。そうだよね、頑張ったとこは ね私ばっかりが悪いわけじゃ。そうよそうよ、やっぱり旦那さんは毎晩帰ってこないとかね、奥さんの方が年が若くってまだ妻っていう経験初めてで分かんない時に、やっぱりあなたそんな毎晩帰ってこないとか遅く帰ってくるとかっていうよりも、あの自分の妻になってほしいっていうふうになんか導いてあげなきゃ。あなたの方が4歳年上なんでしょ。奥さんがとっても気になってることっていうのは、やっぱりあなたがひそ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 ね、毎晩のように電話かけてるっていうことね。そうです、それです。そういうことってのはとってもやっぱり奥さんにとっては、それおかしいね。おかしいと思うよ、おかしいと思うし。旦那どうなのそれ、何なのそれ。ちょろちょろちょろ、女でも電話してんの？いや別に実家電話かけたりとか。毎晩実家に電話すんの？いや実家だけじゃないけど、だから向こうの友達とか。毎晩で毎晩でもないじゃん。だってその辺だよな、やっぱり。その奥さんはどっかでやっぱり何か、なんか不信感があるのよ、あなたね。だんだんそれが続くとさ、その電話が実家であってもそれは女と話してんじゃないかと思い込んでるだろうし、しかも毎晩遅かったりさ。そうよね、だからそれはもう外泊もしちゃうの？
お家へ帰ってこないようあるんですか？うん、ありますよ。あら、どこに行ってるの？外泊するときは5000円しかないのにどこに泊まるの？ああ、いや車の中とか。だからそういう私たちが聞いててもね、なんか本当かなっていう感じっていうのは、毎日毎日一緒に暮らしてる奥さんにしてみればもっとやっぱり疑惑っていうか。えでだってね、俺別に週末家帰ったっていねえし。え、なんでいない？いないの？え、実家に行ってるんです。え、実家に、実家が近いんで。あ、お子さん連れて。え、だってどうせ家にいないし、私子供と二人きりで家にいてもつまんないし、自分の母親のところに。俺たちがこいつはいいんじゃないですか？え？だからこいつはどこいるかもしれないけど。でも毎晩って言ってますよ、奥さんは。毎晩って。毎晩帰ってこない。あ、だって帰ったしもない。早むない。え？怒って。この人のことを相談するような人はいます。え？するような人はいます。え？なんかこの人が。ちょっと待って。え、それは。俺もうちょっと複雑になっちゃうからさ。それ男の人なの？男の人に相談してるの？男の人？男の人もいます。相談してる、まあ今私たちに相談してるようなことを。あのね、実家預けてるって言ったでしょ。え、ちょっと待って。実家預けてるって言ったでしょ。でね、一回その、ね、週末、うん、実家から電話かかってきて、あの子供が夜中熱出しちゃったなんつって、で結構携帯繋がんないから俺のとこで電話かかってきたわけですけど、だから言ったんですよ、その子供、うん、だからそういうことあったけど、お前どこ行ってんのって言ったじゃんよ。は？言ったじゃんよ。そいつ会ってんだろお前。は？そいつと会ってんだろ。違うよ、その時は違うって言ってるじゃんよ。は？違うって言ってるじゃん。その時はだっていつもとかっつったの。ちょっとじゃあね、時間あげる。喋った方がいい。ちょ、二人でちょっと喋って、正直に。なあ、なんだ、そいつと会ってんだろ、その時に。会ってないって。は？会ってないって。じゃあなんでお前、だから子供お前熱出してる時もいねえんだよ。その時はたまたま友達と出かけてたっつってるじゃん。いや、たまたま、なんで友達と出かけてて携帯切んなきゃなんねえの。いや、カラオケとか入んないとこあるでしょ、携帯。じゃあ毎回何、週末カラオケ行ってんの？だっていっつも来たぞ、ここのカラオケ。毎週なんか行ってないよ。は？毎週なんか行ってない。いつも来たぞ。行ってない。は？行ってないっつったって言ってんじゃん。だっておかしいじゃん。あんたはね、そうやってね、私と子供を家に置いて夜出かければいいし、週末も出かければいいで、なんかこそこそ女に電話してるだか知らないけど、そ電話したりしてればいいよ。じゃあ私はどこで息抜きすんの？で、息抜きするったってさ、なんで友達とたまに出かけるとかはダメなの？そういうのとか。友達と出かけたりとか。いや別にそれ文句は言わないけどさ、なんでその相談する人がいるとか。普通の相談しちゃダメなの？私は相談しちゃダメなの？なんで俺のこと、元々はあんたのことを、あんたのことを相談してんだよ。は？あんたのことを。なんでさ、そんな、あんたに、そこわけわかんねえやつにさ、俺のこと相談すんの？いや、わけわかんないやつじゃないよ、別に。は？わけわかんなくないよ。何、わけわかんねえ。なんで、そんなさ、何、知らないやつに俺のこと聞いたらしょうがないでしょ？相談しちゃダメなの、私は誰にも。は？っておかしいっしょ、だって。何が？親とかに相談するとかってのはわかるよ。相談になんないでしょ、だってあんたの話ばっか聞いてたら。そんなことはきついでしょ。してない。はしてないよ。奥さん、相談ってのは旦那に対する不満かい？不満もそうですし、うん、どんなことを相談して、相談って言ったっていろいろあるだろう。だから夜帰ってこないとか。うん、だから不満。そんなそいつに関係ねえじゃん。なんで相談しちゃダメなの？だから関係ねえじゃん、そいつ。それは相談じゃなくて愚痴だね。あ、そう、愚痴かもしれませんね。で、その相談してる相手の人は男性で、ご主人が知ってる人なんですか？どっちなんだ、俺知らねえやつ。知らねえやつだったらそいつに言われたくねえしさ。わあ、その、あんたの旦那ダメだねとかって言われたくねえしね。知ってるやつだったら、知ってるやつだったら、知ってるやつで。知ってる人だね。誰？なんで言ったって、年取ったことないから。もう苦しまんやよね。他の人の言うこと言ってんなっつうの。は？何？その人出したらお前、俺文句言えねえと思って言ってんの。苦しまんやよ、お前。年
出すなっつうのその人もないよ。誰よ。だから君って言ってるじゃん。お前だってお前だってどうしたら男の願いになって。いやあるって。マンツってよく一緒に行くでしょ遊び。俺は一緒に行くさ。だってよその俺一緒に行ってるしよ。だってうちに電話だってかかってくるでしょ。ってくる。あんたがいない時だって電話かかってきたりするでしょ。待ってくるけど関係ねえじゃん。なんで関係ないの。なんで俺のザザ先輩だから俺とは関係あるけどお前と関係ねえべよ。誰お前よ。俺と文句言えんと思って言ってんだろお前よ。は文句言えねえと思ってんだ。文句言えねえ人出してこようとか思ってんの。そう、何が？あ？誰なのよ。だから言ってるじゃんよ。それはねえべ。もうちょっといいかな。あの旦那さん。ついてんの？嘘じゃない。ちょっと待ってよ。ぐち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 言うなよ。奥さんは。あなたの先輩の名前出したら今この人に相談してる。いや、こいつ知らない。いや、ちょっと聞いたよ。ちょっと言ったよ、はっきり。あなたは電話して誰だって友達だってそれで片付けてんだろ。どんな友達なんだ。え、奥さんにはっきり言いね。どんな友達なの。奥さんは言ったんだ、あなたに。うんか、なんとかって言ったの。言ったよね。でも食うんてよ。まあ、いいじゃないかそれ。お前知らねえじゃんよ。知ってるでしょ。俺の言ったことに答えてくれよ。旦那さんほら答えてくださいよ。毎晩電話してる人だから。奥さんは言ったんだ。誰なんですか。毎晩電話してる。あなたは友達ってそれで済んじゃったけどさ、友達だっていっぱいいるよ。どんな友達なんだ。それ聞きたい。どんなって普通ですよ。ん？普通の友達ですよ。普通の友達？女の子もいるでしょその中に。いや、それは中にはいるっすよ。つまり奥さんの場合は一人、旦那の場合は太って多数。お前誰よお前。だから何誰よって。私が嘘の人を言ってるとか。でご主人はあなた奥様の相手のその相談相手の人のことすごい気にしてるけど、それと同じぐらい奥さんもあなたが誰と電話してるのか、誰と出かけてるのか、なんで毎晩帰ってこないのか、外泊してるの誰とかって思ってるわけですよずっと。だそれに対してやっぱりあの釈明っていうかしなきゃ。彼女の方はもう名前まで出したんですもん。いや、こいつ知らないやつですから。え、こいつ知らないやつですからね。知らない人だし。知らないやつってなんですか。いや、こいつは全然だから知らないやつだあるっすよ別に。え、こいつ、全然歯切れ悪いですね。あなたもう少しちゃんと聞こえないです。知らない人とね、女房の知らない人とはだからそうだから付き合ってるっていうことよ。付き合ってるわけじゃないですけど、別にそういうふうなのがあったんやったけど。じゃあたまに帰ってこなかったりするの。でもたまに会ってんでしょ。でその女性のところに泊まってるわけ。たまに会わない。ちょっと家庭で問題あって腹立ったりするとそこなんかあったりする女性がいるってことでしょ。じゃあでも毎晩帰ってこないし。それとも惚れちゃってる女の子がいるの。で好きになった子がいるんだろうきっと。過去1年ぐらい付き合ってる人がいるんでしょ。いるの。いや、付き合ってるっていうわけじゃないけど。いや、付き合ってんだろ。じゃあ何してんだよ。会ってるってことは付き合ってることだよ。それ奥さんにはっきり言えばいいじゃん。もう奥さんも言ったんだからさ。それを聞きたかったんだよ、奥さん。ていうかさ、俺もそういう人はいるにはいるけどさ、本当に誰よ。何、なんで私の話に戻すの。おかしいよ。あなた言いなさいよ。やってるよ。は、聞こえない。俺はそういう。何、そういう人は。そういう人って別にそんな付き合ってるわけじゃないけど、そういうのはあるけど。じゃあ旦那も付き合ってる女がいるんだ。要するにただそれがただ奥さんの知ってる人じゃないってわけだ。うん、なんで知ってる人の名前倒すの。奥さんはその人とはどういう関係だ。平気だと思ってんだろ。はい。奥さんはその人とはどういう関係だ。どういう関係っていうと
相談からそれだけじゃないでしょ。いや相談とかだけですよ。あなた好きな相談だってしねえよあの人。実際してないです。なんでおめえ相談相手受けなきゃなんねえのさ。ご主人はその男の人知ってるんですか。その君とかいう人知ってるんですか。知ってるからってするわけねえともしに。どういう関係なんですかご主人とその人は。いや、まあ、こっちで友達いない時に店で働いててそれで一緒に行ったりとか。別に友達なんだろ。マジってか、いや結構年上だから。でも上でもさ知ってる人なんだろ、あなたを知ってるから彼女はそこの人に相談行ったわけだ。いやてかほとんど会ったことねえし。会ったことないの。いやあるじゃんよ。は顔を合わせたことぐらいはあるでしょ。顔を合わせた時ぐらいは。だって電話かかってきてあんたがいなければ私が電話出るでしょ、うん、いや出るけんそれで。だから旦那の知らないところで会ってたんだよ。いや、てか会うだって別に何で会うの。あの人会わないでしょ。何であの人会わないで。俺いなきゃ別にそれで終わりじゃん、話終わりじゃん。くんが何そくんつまん。何でくん出ちゃいけないの。はぁ何そくんつまん。何でくん出ちゃいけないの。はぁ、なんでお前だって俺5年一緒にいてさ、本当会ったの2回で何度も来んっつうのあれは。いや会ったのは2回とか言うけど、だから電話あんたがいない時に何度だって電話かかってくるわけだし。ねえちょっとご主人、あなたなんか急に奥さんに対してやきもち焼いてるみたいだけど、そういう気持ちがあるんだったらどうしてあなたもっと奥さんを大事にしてあげなかったの。あなたなんか見てると今すごいおやきもち焼いてる。やきもちっていうよりも自分のことを話したくないから一生懸命踊る奥さんを責め立ててるんじゃないの。いや自分のこと棚に上げてるって感じよね、うん、どうしてもね、まあ、知り合いに会われたらちょっとカチンとくるよね、うん、てか俺、まあ、してるから大全然知らないやつだったら、だから多分知らないやつかなと思ってよく突っ込まなかったんですよ。私さっきから聞いてるんだけどね、同じことの繰り返しなのよ、うん、本音で喋ったら二人ともお互いに言い合いしてでも話し合ってさ、うん、ご主人も楽になり合いじゃない。もう女がいたら女はどういうこういう女でさ付き合ってるよって言い合いじゃない。そうすればさ簡単なことじゃないの。聞いてみればいいチャンスだから。何歳ぐらいの人付き合ってるのって言ってみたら。思いっきりぶつかり合ってるお互いに。その女は誰なの。いやお前知らない。知らない人ってどんぐらいの人なの。いくつの人。いくつって年。年はいくつ。なんでお前それを突っ込まない。なんで言ってくんないのじゃあ。ん？なんで言ってくんないの。俺はすごい人、まあ、いるにはいるよ。だからそれお前は何だから。だからまだ私が聞いてんじゃんよ。きっと年上の人なんじゃないの。いくつの人なの。ん？いくつの人なのって聞いてんの。お前より上だよ。上だっていっぱいいるじゃんよ。ん？年も知らないの。知ってるよ。いくつって聞いてるじゃん。なんか往生際悪いよ、うん、ね、ここまで言われてんだ。神さん神さん聞く権利あるんだよ。答えてんのよ。39。39っておばさんじゃん。あ39。お言葉挟むようですけどね、39はおばさんじゃありません。いや彼女から見たらそれはしょうがないの。いいです。でも若い男の人はね、年上の女の人を慕うっていう例はもう嫌っていうほどね。ちょっと聞き出してみましょう、はい、39歳の女、何やってる人。いざかや。居酒屋でお仕事をしてる水商売の女性。ということはお小遣いももらってるんですか、うん、可愛がられてんだ。ない時はちょっと持ってるタイプだよ。だったらそれじゃなおさらお家へ帰ってたら妻がつまんない子ね、うんうんうん、若いねあれに見えちゃうんでしょうね。それで一人身なの。話にならない。独身なる女性。バツイチ。未亡人。バツイチ。一人身だって。その
俺は言ったからさ、お前言えよ。俺は言ったからさ、お前言えよ。奥さん、あなたすごく年を気にした相手の女性の、なんで本能的に分かったの？だから私のことを子供だ子供だ言うし、見下して。そうね、私もそう思った。絶対年上の男性、女性だと思った。私も、うん、奥さんどうする？ここまで分かった現実、今の正直な気持ち。まあそういう人がいるってのはうすうす分かってましたけど、本当にいるって聞くとショックです。そうだよな。あなた自分のことはどうだい？旦那のことはショックなら分かった。言えよ、俺言ったんだからよ。でもどうなの奥さん、それで相談してその人とは。あったりはしてますね。うん、それで？あったりしてる。だって俺と遊んでったりするときは、遊んでる。俺と遊んでるって。旦那がそういうことやってると思うか、私もやってやろうって気持ちなの？それとも相談してるうちに好意持っちゃったの？まあ、一番初めは目的は相談するためです。うん、でそのうちに会ってるうちに、うん、この人の態度とかもあるし。うん、浮気されてたら悔しいし、やっぱ、うん、それで今は？今はその人とはもう今も会ってます。彼は何つってますか？あなたの好きだって言ってくれてる？言ってくれます。おい、ちょっと待って、何好きとか何とかって言えるわけねえって。あの人言ってくれるんだもん。じゃあ今このご主人がともしか離婚するなんてことになったら、その男性の方に結婚したいとかするような話になってるんですか？少しはそういう話もします。おいおい、ちょっと待って、本当に、ね、そうだって。それだって喋るわ、そんなこと言うはずねえっつうので言ってるんだって。はぁ？言ってるんだって。奥さんはそこまで真剣に考えてんだよ。真剣にどうかっつったって。あ、それ聞いてやんなよ、ね、あなた横からちょこちょこちょこ言ったってしょうがないんだ、自分のことはっきり言わないくせに。奥さんはその人のどういうところが好きなの？まず優しくしてくれるところ、うん、と私を全然バカにもしないし、話もしっかり聞いてくれるし、一緒にいても楽しいし、うん、いくつなんですか？この人は30ですよ。30だよ、あんた本当は話なんて合うわけねえじゃん。だってどこまでって。もしもし、うん、あ、お待ちどうさま、はい、あのね、はい、彼女がね、はい、あなたと将来結婚してもいいなぐらいの気持ちを持ってるってのは知ってた？難しいですね。奥さん、難しいって言ってるけど、それはどうだろう、話してごらん、二人でちょっと電話で。もしもし、もしもし、いや私のことを好きとかも言ってくれるしさ、はい、結婚しようって約束したわけじゃないけど、うん、そういうような話もしてくれるじゃん。ああ、まあ二人で行くときはね、まあ、うん、そういう話になれば、まあそういうことも言うだろうし、うん、本気ではそういうことは思ってないわけ？うーん、思ってないこともないけど、うん、どうだろう、まあ、そこまで真剣にこの先どうのこうのってことは。いや、どうだろうじゃないですよ、だって。何が？いや、何が、っていうか、なんでいるんですか、そこに。何が？なんで電話出てるんですか？なんで言われてもね。いや、なんで言われてもって、だってなんで出てるんですか、だって。あ、電話の彼さ。はい。何が目的で神さん、奥さんと会ってんだよ。たまたま電話したときに、うん、その
用事があって電話した時に、奥さんの方の様子がおかしくて、でどうしたのって聞いたら電話口で泣き出しちゃって、で聞いたら旦那が帰ってこないと。でだもんで、じゃあちょっと行くよみたいな感じになって話を聞いてたんですよ、その時に。きっかけはそれで、そのままそのままっていうか、それからですね、付き合いが始まっちゃったわけだね。そうですね、もうどれぐらいですか？半年くらいじゃないですか？なんかもない、全然。でご主人の方、今奥さんの相手の男性が分かって、しかもあなたの先輩なんですか、どう思います？そう、でも俺実家から出てきて一番最初にそういうの出来だし知り合いだから、ていうかそういうわけするそう、ていうかちょっと話聞いても本当だと思わないし。奥さんさ、今彼の電話の彼の言い方聞いた後どう感じる？俺により、言って、電話の彼に言って、私と会ってるのはかわいそうだからとか、そういう軽い、なんかそういう気持ちで会ってるの？いや、それもまた違うかな。じゃあ何、どういう、私に対して一緒にいて楽しいとか、っていうのあるし、かわいいなと思うし、だけど、なんだろう、本気じゃないの？本気かどうかって言われると微妙ですね、そこら辺は。結婚してるんですか？いや、まだ結婚もしてないです。でもご主人とうまくいってないからね、それはもうさ、あいつらはどうせダメなんだからって、だからあんたにとっては、彼女にとっては都合のいい存在なわけでしょ。そうじゃないの？まあそういうわけはそうですね。ね、はい。じゃあもともとは私とは遊びのつもりで相談に乗ってくれたりしてたの？いや、相談に乗ってたのは本気で相談に乗ってあげてたし、遊びかどうかって言われると鼻から遊びっていうか、自分自身が特別に結婚したいだとか特定の彼女を作りたいとかっていうのは思ってないから。ちょっと待ってください、結婚とかなんとかこんとかがあって。じゃああなたにとって都合のいい存在だったんだ、彼女は時々あって。いや、都合はいいっていうか、自分的にはガールフレンド的存在ですね。ああそう、だから都合が良くなっちゃったんだろ。なっちゃったね。初めは真剣に相談乗ってやってたけど、だんだん会ってるうちに。言いたいことないかい？言いたくない。だんだんそっちへ言いなさい。そうだよ、はっきり言うね。そう、本当なんですか？本当だよね。いや、本当だよねって。だって遊んでるじゃないですか。遊んでるよ。だから俺お前に言ったじゃん。なんてですか？え、そんなことしてると女房も浮気するぞって。いや、浮気するぞって言って自分やります普通。やるのよ。そういう人もいる。でもご主人ね、まあ一般一人にされてごらんなさい。一人にされたって寂しいし悲しいし。すごい、いつも人の先輩やんないし、先輩もやんないでしょ普通。でもそれ数ヶ月そういう生活を一人でして他の男の人の腕に抱かれたって18歳だもん。いや、それはしょうがないのですよ、俺もやってたから。だからね、どっちもどっちなんだけどさ、ね、彼ね、ちょっと電話の彼ね、彼はね、東北から出てきてね、まず最初にお友達になったのはあなたなのよね。はい。彼はあなたにとってはすごいやっぱり尊敬の念があったと思うの。はい。まあ友達だと思ったろうね。そう。だからこれはやっぱり彼にとっては、これが逆に全然違う人だったら、まだ自分もね浮気してるから、ね、いずれにしてもさ、うん、もしもし、はい、まあ、電話であなたもさ、はい、まあ、僕はちゃんと言いますよって言ってくれたし、はい、彼にも俺言いたいこともあるしって言ってくれたんだから、はい、あんたどう来ない、もうここで。いや、別に行っても構わないですけど、ね、はい、じゃあいらっしゃいよここに、はい、ね、待ってるから、はい、で旦那もさ、友達だからなかったとかあったとかじゃなくてさ、これもきちっと話しつけなさいね。信じられないことかもしれないけど、あなたもやっぱり正直に言いなさい。いい？
いらっしゃい。こっち座ってくれる？もう上になりたくなかったからこっち持ってんだよ。わかんねえよそれ。仲間だろ。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。次の対戦はクロアチア、11月10日水曜夜7時。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、武田薬品とご覧のスポンサーの提供でお送りします。マイブレもなく突如我々に襲いかかる大火災、さらにそれは思わぬ事態を巻き起こし人々を恐怖の底に突き落とす。今夜は世界各地で起こった稀に見る大火災事故の映像と驚くべき救出劇の瞬間をアメリカのワールドモーストシリーズからご覧いただこう。危機一髪大火災映像スペシャル。韓国ソウル郊外の液体ガス補給施設で火災発生。原因はガスボルの修理作業中に起こったわずかな火花がガスに引火したためであった。すぐさま消防隊が駆けつけ消火活動に入るが、迂闊には近づけない。なぜなら施設には可燃性の高い液化石油ガス、プロパンガスなどのボンベが至る所に置かれ、さらに地下のガス貯蔵タンクで補給中だった1台のタンクローリーが炎に包まれようとしていたからである。そしてついにタンクローリーが爆発。炎は直径50メートルもの火の玉となり、真っ赤な火柱が300メートル以上も立ち上った。そして爆発による破片が周囲100メートルの住宅に降り注いだのである。この爆発により数千人の住民が避難を余儀なくされた。火の玉が飛んできたんで靴も履かずに飛び出しました。事態はさらに悪化の一途をたどる。最初の爆発が連鎖反応を引き起こしボンベに引火、次々と誘爆し始めたのだ。懸命に消火活動を続ける消防隊だが、次の瞬間ついに地下の貯蔵タンクに引火、第二の大爆発が起こったのである。そのとてつもなく巨大なオレンジ色の火の玉はなんと地上500メートルの高さまで立ち上った。この度重なる大爆発によって数十名の消防士が負傷、病院に担ぎ込まれた。逃げようとしたんですが、私が走るより早く炎が燃え広がってきたんです。出火から3時間後、消防隊はついに火の勢いを止めることに成功したが、8つの建物が焼け落ち46人が負傷。まさに大火災における連鎖反応の恐怖をまざまざと見せつけた事故であった。ブラジル・サンパウロ、この日空に浮かぶ熱気球から花火を打ち上げる空中花火大会が行われ、1万5000人の観客の目を楽しませていた。そして新たな気球が打ち上げられ、規定の高度まで達するといよいよ点火、花火は四方八方に飛び散り始めたのである。だがその時、なんと花火がバルーンを直撃、火の玉と化した気球は地上に落下してしまったのだ。そして次の瞬間、その炎は瞬く間に地上に置かれていた大量の花火に引火、暴発を引き起こしてしまったのである。見物人めがけ容赦なく襲いかかる花火、混乱の中逃げ惑う人々、楽しいはずの花火大会は一瞬にしてパニックを招き、20数名の負傷者を出してしまった。インドニューデリーの高層ビルで突如火災が発生、しかも老朽化した建物は火の回りが早い。そのため消防隊の懸命な消火活動にもかかわらず、ビルには100名もの人々が取り残されてしまった。炎と煙から逃れるため窓から身を乗り出し必死に助けを求める人々、消防隊が浴びせる放水だけがかろうじて彼らを守っているのだが、迫り来る炎の熱さに耐えきれず今にも飛び降りそうな気配を見せる。それを懸命に止めようとする地上の人々、ここでようやくはしご車が到着。だがこのはしご車5階までしか届かず、救出は絶望かと思われたと
この時隣のビルで工事に当たっていた建築作業員が思わぬ行動に出た。隣のビルからクレーンを使い救出に乗り出したのだ。ローを伝い近づこうとする。しかし失敗。あと少しのところで届かない。だが彼らは諦めなかった。なんと建築資材をかき集めるとビルとビルの間に仮設の橋を架け始めたのだ。地上43メートル命がけの作業が開始された。しかしその間にも炎は勢いを増し人々に襲いかかる。果たして間に合うのか。ようやく橋が完成。だがそれはあり合わせの竹やロープでできた今にも崩れそうな代物。しかもそこは地上43メートルの高さ。もし橋が崩れ落ちれば死は免れない。それでも取り残された人々は恐る恐る渡っていく。後戻りはできない。彼らが灼熱地獄から逃れ生き残るための道はもうこの橋しかないのだ。こうして勇敢な建築作業員たちの活躍により多くの人命が救われたのである。タイパタヤにあるロイヤルジョンプティアンリゾートホテル。この1階の喫茶室でガスオーブンが爆発。ホテルは瞬く間に炎に包まれてしまった。17階建ての建物を覆い尽くす炎と煙。そんな中燃え盛るホテルの中から助けを求める1本の電話がかかってきたのだ。なんと15階の一室でアメリカ人観光客のロシェル・シェルマンと7歳の娘サラが逃げ道を断たれ身動きが取れなくなっているというのである。たまたま持ってきている携帯電話でロシェルは救いを求めたのだ。しかしそこはホテルの15階。そこでレスキュー隊はヘリコプターを要請。だがホテルの屋上はスペースが狭くなかなか着地することができない。その様子を不安げに見守る人々。ようやく着地に成功。すぐさま救助用ロープを下ろすレスキュー隊。しかし届かない。ロシェルは娘のぬいぐるみを使いなんとかそのロープを手にすることができた。あとは脱出だけである。怯える娘をなだめ救助用ロープを取り付けると娘を送り出すロシェル。だがその反動でロープが大きく揺れる。必死にしがみつく娘のサラ。こうして彼女は無事レスキュー隊の手で救出された。今度は母親ロシェルの番だ。しかし不安定な足場と焦りでなかなかロープに体が入らない。勢いを増す炎がもう背後まで迫っている。時間がない。不完全な状態のまま彼女はついに窓から手を離した。必死でロープにすがりつくロシェル。彼女の命はこの一本のロープにかかっている。だが思わぬ強風に揺さぶられなかなか上がらない。何度も体を壁にぶつけながらゆっくりと引き上げられるロシェル。今ようやく彼女もレスキュー隊の手により救出された。もしあの時携帯電話を持ってることに気がつかなかったら私たちはどうなっていたか分かりません。火災発生から10時間後消防隊はようやく消火に成功。ホテルは見るも無残な姿になってしまったが一人の母親の機転と熟練したレスキュー隊のおかげで二人の尊い命が救われたのである。おお、なんかああいう事故が大きいウルとかあれやだやだやだ。だって走ってる自分を抜いてくんだもんな。皆さんはああいうふうにこうもう危機一髪って目に遭ったことないですか。前照明さんが落っこってきたのありましたけどね。コマーシャル撮ってる時にねスタジオが暑くて暑くて熱って上行くでしょ、うん、上でボーっとしちゃったんじゃないですか。ダーンと落っこって気づきましたよ。前略すっかり秋も深まった今日この頃皆様はいかがお過ごしでしょうか。ところで秋といえば食欲の秋。そこで今夜は秋ならではの旬の食材を使った贅沢な料理をお隣韓国の超人気料理番組モアザンキムチからたっぷりとご賞味いただこう。隣の国の秋の味覚を食え。ここ韓国で秋の味覚として古くから人々の舌を楽しませてきた食材といえばキノコ。そして韓国にはそのキノコを使った実に多くの料理が存在する。だがここ韓国でキノコ料理の代表格といえば宮廷風キノコ鍋ポソチョングルなのだ。それでは旬のキノコをふんだんに使った宮廷風キノコ鍋を作ってみましょう。こちらは宮廷料理の専門家ハン・ボクソン先生です。そして今日の生徒さんはシカゴからお越しのメラニー・ビリングスさんです。まず材料は椎茸、袋茸、えのき茸の3種類のキノコ、さらに牛肉、ネギ、豆腐、赤唐辛子を用意。
早速下ごしらえ。椎茸と袋茸は食べやすい大きさに切った上で塩水で3分間茹でる。塩水で茹でることによってキノコ独特の渋みを取り除くことができるのだ。今度は味付け。調味料は醤油、ごま油、ごま、そしてみじん切りにした長ネギとニンニク。これらを先ほど湯通ししたキノコと牛肉に加える。そして手で豪快に混ぜ合わせるのだ。ちなみに韓国では鍋といえば食材を事前に味付けしておくのが一般的なのである。ところがメラニーさん、一向に手で混ぜようとはせずスプーンを使って混ぜているではないか。手で混ぜなきゃ美味しくなりませんよ。なんだかヌルヌルしてて気持ち悪いわ。あら、あなたもそういうの。これでもう4人目だわさあ、これで味付けは完了。そして今度は特製のだし汁作り。材料は黒ごまと昆布を用意。このカップ1杯の黒ごまが味の決め手となります。ごまの香ばしさとまろやかな甘みがとてもキノコに合うんです。するとここでメラニーさんが初めて黒ごまを味見。なんだか豆が焦げたような味ですね。あら、そう、黒ごまの繊細な味がわからないなんて残念ねそしてこの黒ごまをすりおろし、そこへ昆布を一晩浸しただし汁を加える。それを目の細かいこし器で念入りにこしていくのである。さらにこれを温め、仕上げに隠し味の塩を少々加える。これで昆布と黒ごまのエキスを含んだ栄養たっぷりの特製だし汁の出来上がり。いよいよ盛り付け。まず3種類のキノコと色鮮やかな赤唐辛子、ネギ、豆腐を形よく並べ、最後に牛肉を乗せれば完了。ここで沸騰させた特製のだし汁をかけ、グツグツと一気に煮立たせると宮廷風キノコ鍋ポソチョンゴルの完成となる。早速試食。さて、お味は？とても繊細で豊かな味わいだわ。ごまの香ばしさと昆布のコクが効いた特製のだし汁が旬のキノコの旨味を存分に引き出した宮廷風キノコ鍋ポソチョンゴル。これからの季節、皆様も試してみてはいかがだろうか。続いて韓国の食卓には欠かせない伝統的な料理をご紹介しましょう。こちらは韓国の典型的な農家。その庭先ではご婦人たちが集まり、大きな穴の中に藁を敷き詰めている。すると深さ1メートルもある亀をその中に入れたではないか。一体何が始まるというのか。一方、家の中では近所から集まったご婦人たちが何やら大量の野菜を切り刻んでいる。すごい量ですね。実はこれ11月から12月にかけて行われるキムジャンという伝統的なキムチ作り。キムチは韓国の人々にとって冬の大切な保存食。そのためこの時期のキムチ作りは毎年欠かせない行事なのだ。こうして真っ赤に唐辛子がつけられた野菜を先ほどの亀の中にきっちりと詰め込んでいく。冬の間、この土の中の温度は5度前後。そう、この温度がキムチを美味しく漬けるのに最も適しているのだ。しかし、一口にキムチといっても漬ける食材によってその数は数百種類にも上る。そして中でもキムチの王様と言われているのがこのポッサムキムチである。続いての生徒さんはロサンゼルスのローナ・リンチさんです。まずはみずみずしい白菜を4分の1の大きさにカット。そして白菜に下ごしらえとして粗塩を振りかける。さらにそこへ塩水をたっぷりと注ぎ込み6時間ほど漬けておくのだ。そんなに塩使ってしょっぱくないですか？何を言ってるんですかこの塩が白菜の程よい甘さを引き出し食べやすい柔らかさにするんです。そして白菜の他に具として大きめに切った太ネギを用意。さらに欠かせないのがこの梨。梨はジューシーでまろやかな味わいを引き出すだけでなく、キムチの発酵を促すのにとても大切な役割を担うのだ。次に大量の赤唐辛子にぬるま湯を加え、これを先ほどの白菜と梨に入れ手でよく混ぜ合わせる。そこへニンニク、生姜のみじん切り、さらに太ネギを加えまんべんなくかき混ぜていく。ここまでは普通のキムチだが、宮廷風ポッサムキムチはここからが一味違う。新鮮な魚介類をふんだんに使うのだ。タコや生牡蠣、石餅という白身魚、そしてエビの塩辛、これらを先ほどの白菜の中に入れ手でよく混ぜるのである。とても生臭い匂いがしますね。とんでもないわ。この魚介類が他のキムチにはないコクと旨味を生み出すんですよ。
すると先生、ここで何やら白いものを取り出した。実はこれ砂糖。そう、この一つまみの砂糖が隠し味となるのだ。だが宮廷風ポッサムキムチはこれだけではない。さらに栗や松の実、夏目という好みと椎茸などのキノコ類を加える。これは見た目を良くするだけでなく味に深みと広がりを与えるのだ。こうして具が混ざり合ったところで最後の仕上げ。広げた白菜の葉っぱを丸い器に敷き詰め、その中に先ほどの具を詰め込んでいく。実は白菜の葉っぱで具をきれいに包むのである。あとは唐辛子を溶かした水につければ贅沢な宮廷風ポッサムキムチの出来上がり。そしてこれを亀の中に入れ 2,3 日発酵させて食すのが最も美味しい食べ方だという。いよいよ試食。さてお味の方は。いろんな野菜とキノコなどが混ざり合ってとても素晴らしい味です。20種類もの食材と赤唐辛子のピリッとした辛さが絶妙なハーモニーを奏でる本場宮廷風ポッサムキムチ。あなたも一度ご家庭で試されてみてはいかがだろうか。いい匂いですね。これだけでも刺激的。まずはキムチの王様ポッサムキムチ。うわこれはね、エゴマの葉のキムチ。エゴマっていうのは青じそと同じシソ科の植物ですね。お隣は青唐辛子のキムチです。そして小松菜のキムチ、さらにニラキムチ。あ、これ食べたことある。そしてもう一つがチョンガーキムチ。チョンガーキムチにあるチョンガー大根を使ったキムチです。さあ、そしてそのお隣、いや、もちろんキノコ鍋も用意いたしました。これうまっ。誰かポッサムキムチ試した。食べた食べた。おいしいですよ。どれこれだけなんですか。食べてみて。それこれくれ。この辺でですか。1994年アメリカロサンゼルス、逃走する白い車とそれを追うパトカー。全米のテレビで生中継されたこのシーンを皆さんは覚えているだろうか。そう、追われているのは2人を殺害した容疑をかけられた O.J. シンプソン。ご存知のように彼は元アメリカンフットボールの花形プレイヤーであり、アメリカで最も有名なスポーツ選手であった。さらに引退後も俳優としてテレビや映画に数多く出演。貧しい家庭に生まれ育った彼が努力と才能で成功を収める様はまさにアメリカンドリームの象徴ともいえた。そんなビッグスターが殺人を犯して逮捕されるという前代未聞のニュースは世界中の人々を驚かせ、発見された数多くの証拠から裁判で彼が有罪となるのは誰の目にも明らかだったのである。だが Orenthal James Simpson, not guilty of the crime of murder. 判決は無罪。顔から笑みがこぼれホッとするシンプソン。一方、その判決にショックを受け泣き崩れる被害者の家族。果たして有罪確実と思われていたシンプソンが無罪となった理由は何だったのか。今夜はその全貌をアメリカの科学捜査番組ニューディティクティブズからお届けしよう。シンプソンはなぜ無罪になったのか。1994年6月13日午前0時10分、ロサンゼルスの高級住宅街で犬を散歩させていた人が男女の死体を発見。その通報により警察が現場に駆けつけると、そこには喉を切り裂かれ全身血まみれになった2人の惨殺死体が横たわっていたのだ。被害者は35歳の白人女性ニコール・ブラン。かつては O.J. シンプソンの妻だったが2年前に離婚している。そしてもう一人の被害者は彼女の友人ロナルド・ゴールドマン25歳。2人が発見されたのはニコールの自宅前。現場に駆けつけた警察は遺体付近で血に染まった無数の足跡を確認。さらに殺害現場から犯人のものと思われるいくつかの証拠品も発見したのだ。一つは黒い帽子、
そしてその傍らに片方だけ残されていた血に染まった革の手袋。これらは一体誰のものなのか。事件直後、4人の刑事は元妻のニコールの訃報を知らせるため O.J. シンプソンの家へと向かった。シンプソンは不在だったが、家の前には彼のものと思われる白い車が止まっていた。この時刑事の一人が運転席側のドアにわずかな血痕を発見。それに不審を抱いた刑事たちは門を乗り越え、シンプソン宅に潜入、辺りを捜索し始める。広大な敷地内にはゲストハウスがあり、そこには一人の女性が泊まっていた。刑事たちが彼女にシンプソンの居場所を聞くと、数時間前にシカゴへ旅立ったという。シンプソンの行動に不信感を募らせた刑事たちはさらに敷地内を調べた。すると裏庭で驚くべきものを発見。それは血に染まった革の手袋、しかも片方だけ。さらに夜が明けると門から玄関へと通じる道にいくつもの血痕が見つかったのだ。その時私はシンプソンが事件と何か関係があるのかもしれないと思いました。その日の午後になって、滞在先のシカゴのホテルで訃報を聞いたシンプソンはすぐにロサンゼルスに戻り、警察に出頭、事情聴取を受けることになった。その時警察はシンプソンが左手中指に深い傷を負っていることに気づき、その傷について質問すると答えは二転三転し、彼の説明は明らかに信憑性を欠いていた。そこで警察はシンプソンのアリバイを調査することにしたのである。シンプソンの妻だったニコールとその友人ゴールドマンが殺害された犯行推定時刻は6月12日の夜10時20分頃。その夜シンプソンはシカゴに出発するためリムジンに午後11時に迎えに来るよう予約を入れた。しかし運転手が到着したのは予定より30分近く早い午後10時25分。その時運転手はインターホンを鳴らしたが応答はなかった。そこで彼は時間を潰し、午後11時再びシンプソン宅に戻った時に黒い服を着た人間が家に入っていくのを目撃。そしてその直後インターホンでシンプソンと連絡が取れたというのだ。さらにゲストハウスにいた女性が最後にシンプソンの姿を目撃したのは午後9時半と判明。つまりシンプソンには午後9時半から11時までのおよそ1時間半全くアリバイがなかったのである。殺害現場のニコール宅とシンプソン宅は車で5分の距離です。時間から言っても犯行は十分に可能です。警察は一方で犯行動機の調査にも当たっていた。1985年当時ウェイトレスだったニコールとシンプソンは結婚、2児の子供に恵まれ周囲からおしどり夫婦と呼ばれていたが、7年後に離婚。その原因はシンプソンの家庭内暴力。これはニコールが警察に助けを求めた時の録音テープである。実はシンプソンはそのイメージとは裏腹に大変嫉妬深く、妻への暴力が絶えず、離婚後も復縁を迫りストーカー行為を繰り返していたというのだ。これらのことが動機に結びついたと警察は考えたのである。そしてその後シンプソンを追い詰める新たな証拠が次々と浮かび上がった。まず殺害現場に残された足跡のサイズがシンプソンのものと一致。帽子に付着していた髪の毛はシンプソンの髪質と似ていた。ニコール宅とシンプソン宅で発見された手袋は左右対のものであることが判明。さらにシンプソンの家から血のついた靴下までも発見されたのだ。これら数々の状況証拠が決め手となり、ロス市警は O.J. シンプソンを犯人と断定。事件から5日後の6月17日彼が警察に出頭してきたところを逮捕することにしたのである。しかしシンプソンは現れず逃走してしまったんです。その日の夕方、警察はハイウェイを走るシンプソンの乗った白い車を発見。大掛かりな追跡を開始した。すぐにマスコミも駆けつけ、この模様は全米で生放送されることに。そしておよそ2時間半後自宅に戻ったシンプソンは警察の説得に応じ、ついに逮捕となったのである。このビッグスターの逮捕劇は全世界に大きな衝撃を与えることとなった。事件発生から7ヶ月後、ロサンゼルス上級裁判所で世紀の裁判が幕を開けた。カリフォルニア州ではテレビカメラの撮影が許可されているため、連日何百万人もの人々が
その映像を目にすることとなったのだ。事件は警察から検察局に引き継がれ、彼らは O.J. シンプソンに終身刑を要求。当初検察側は数々の証拠に大きな自信を見せ、さらに犯行再現の専門家ロッド・イングラート博士に協力を依頼し、事件の全貌を明かそうとした。遺体の状態から凶器はナイフと考えられます。そして家族の状況証拠から犯行がどのように発生したのか推測しました。それによると、ニコールが玄関から出てくるのを待ち受けていたシンプソンは彼女の頭を激しく殴りつけ、さらにナイフで首を刺した時、偶然訪れた彼女の友人ゴールドマンと出くわす。激しい揉み合いとなり、シンプソンはゴールドマンをめった刺し、最後に二人の喉を切り裂き、とどめを刺すという内容であった。さらにシンプソンの手袋がなぜ犯行現場に落ちていたのか、なぜ彼が左手中指を負傷していたのか、博士はその理由を明らかにした。手袋が外れていたのはゴールドマンと激しく揉み合っていた時、その勢いで左の手袋が外れたためでしょう。それに気づかないシンプソンはナイフで喉を切り裂こうとし、誤って自分の手を傷つけてしまったのです。さらに検察側は証拠を確定するために DNA 鑑定も行っていた。その結果、殺害現場に残された足跡、手袋、そしてシンプソンの家から発見された靴下に付着していた血痕は被害者ニコールとゴールドマンのものと判明。またシンプソンの車に付着していた血痕及び彼の家の門から玄関へと続いていた血痕はシンプソン本人の DNA と一致したのだ。これはシンプソンが犯行中に怪我を負い、ニコルの家から立ち去った後、車を運転して自宅に戻ったことを明らかにしています。さらに検察側の調査によって、殺害現場の門にも血痕が付着していることが判明。それはまさしくシンプソンの DNA と一致するものだった。これだけの証拠がありながら、なぜ O.J. シンプソンは無罪になったのか。強力な立証に対してシンプソンの弁護団は犯罪学や法医学などのエキスパート十数名による優秀なチームで挑んだ。その一人バリー・シェックは DNA 鑑定の権威である。検察側の挙げた証拠は信用できないものばかりでした。まず殺害現場の門に付着していた血痕ですが、当初警察の報告書には載っていません。しかし事件から3週間後に突然現場に血痕があったと言い出したのです。そして弁護側が DNA 鑑定を行った結果、驚くべき事実が判明。門に付着していた血痕からはなんと化学薬品である EDTA が検出されたのだ。それは血液を保存するために使う薬品。警察はシンプソンが参考人として初めて出頭した時、採血を行い EDTA を加え彼の血液を保存していた。我々の調べで保存されていたシンプソンの血液が大量に減っていることが分かったんです。しかも EDTA はシンプソンの家から発見された靴下の血痕からも確認されたのである。つまり私は誰かがもともと保存してあったシンプソンの血液を現場に意図的に置いたのではないかと考えました。さらに弁護側はシンプソンの車や彼の家の門から玄関へと続く道で採取された血痕がシンプソンのものとは断定できないと反論し始めた。警察の捜査はずさんで、血液の採取方法にも誤りがありました。彼らは手袋も変えずに目印もついていない容器に血液を入れ、その瓶を乱雑に保管していたため、どれが誰の血液か分からなくなってしまった可能性があるのです。しかもカリフォルニアの夏の炎天下、警察は採取した血液を車内に7時間も放置していたことが判明。 DNA は熱に弱く、放っておくと分解が進み判別が難しくなります。ですから検察側の結果を鵜呑みにすることはできません。これらのことから検察側の DNA 鑑定は証拠として不十分と考えられたのである。窮地に追い込まれた検察側はここである切り札を突きつけた。あの血に染まった革の手袋がシンプソンのものであることを陪審員の前で立証しようとしたのだ。革の手袋から指紋は検出されなかったため、犯人は犯行時手袋を二重にしていたと考えられる。そこでシンプソンに薄い手袋をさせ、その上に革の手袋をはめさせたのだ。ところが検察側の目論みは裏目に出た。それはシンプソンの手には小さすぎたのである。
この結果に動揺した検察側はその釈明に慌てふためき、シンプソンの手に合わなかったのは手袋が血に染まって乾燥したため縮んだ可能性があると苦しい説明を述べたのだ。その真偽を確かめるため弁護側は全く同じ革の手袋を取り寄せテストを試みた。犯行時と同じ量の血液を手袋に染み込ませ、その後数時間にわたって乾燥、そしてコピーを取り実験前のものと重ね合わせてみた。すると大きさはピタリと一致。そう、いくら血に染まって乾燥していても手袋は縮まなかったのだ。つまり発見された手袋はシンプソンのものではない可能性が高いということである。 Somebody played with this evidence. 勢いに乗った弁護側はここに来て警察の陰謀説を主張。そして一人の男が証言台に立たされることとなった。ロサンゼルス市警察、マーク・ファーマン刑事。彼は殺害現場のニコール宅に最初に到着した刑事の一人である。その後シンプソンの車から血痕を発見、さらに庭で手袋を見つけた人物だ。弁護側はファーマン刑事がシンプソンを陥れるため殺害現場から手袋の片方を持ち去りシンプソンの自宅に置いたのだと主張した。さらに弁護側はファーマン刑事がシンプソンを陥れる動機をも掴んでいたのだ。You say on your oath that you have not addressed any black person as a nigger or spoken about black people as niggers in the past 10 years, Detective Furman. That's what I'm saying, sir. すると、ファーマン刑事と知人の会話を録音したテープが法廷に流された。We stopped the choke because a bunch of niggers have a bunch of these organizations in the South End, and because all niggers have choked out and killed 12 in 10 years. Really extraordinary, isn't it?この録音テープの中でファーマン刑事はニガーという黒人差別用語を何度も口にしていたのだ。我々の調査でファーマン刑事は黒人に対する差別意識が強く、しかも黒人たちの間では暴力警官として知られていました。こうして弁護側の徹底した調査により検察側が提出した証拠は徐々に信憑性を失い、さらにそれは警察の初動捜査のずさんさを暴くものとなった。そして陪審員たちはシンプソンを有罪にする証拠が不十分であると確信していったのである。1995年10月3日、判決は無罪。10ヶ月に及ぶ世紀の裁判は弁護側の勝利となり幕を閉じた。だが無論これで事件が解決したわけではない。果たして2人を殺害した犯人は誰なのか。真相は未だ謎に包まれたままである。今週のザ・ベストはこちらなんです。ザ・ラセリン・ゲイン、大富豪を相手としたこんな商売はいかがでしょうか。世界的に有名なイギリスのオークション会社サザビーズ。歴史的に価値あるものが数多く競売にかけられる中、近年最も人気を集めているのが高価な骨董品アンティーク。何百年もの時を経て受け継がれたこれらアンティークは時に驚異的な金額で競り落とされることがあるのだ。これはそんなアンティークの魅力に取りつかれそれを商売にしてしまった人々の驚くべき物語である。大英帝国アンティーク物語。ロンドン郊外の広大な敷地に立つ白亜の豪邸。この城の持ち主はロールスロイスを3台所有し、邸内にはベルサイユ宮殿を思わせる実に豪華なインテリアが所狭しと飾られている。そのゴージャスなダイニングルームで一人優雅に食事をとる女性、そう、彼女がこの城の主、パメラ・ピジョン公爵夫人。しかもこの建物は邸宅であるとともに彼女がオーナーを務める超高級アンティークショップでもあるのだ。もともとアンティークが好きで購入してきてはこの家に飾っておりました。するとお見えになるお客様が皆さんそれらに興味をお持ちになり譲っていただけないかとおっしゃるんです。私もアンティークの良さを皆さんにも分かっていただければと思い、その都度お譲りしてきました。それがこの店の始まりですの。このアンティークショップにある品々は無論高価なものばかり。この金の縁取りがされた八角形のテーブルはおよそ854万円、こちらのロココ調の椅子はセットでおよそ3500万円もするのだ。これは19世紀に作られたビューロードロワー、究極の引き出し付き書き物机とも言うべき一品ですの。こうやってネジを回すと机全体にカバーがかかり、
同時に引き出しが全て自動的にロックされるんです。いかが？よくできてるでしょ？お買い得ですよ。何しろたった8900万円ですから。さらに彼女の仕事は店の中だけにとどまらない。愛車ロールスロイスに乗り、やってきたのはこれまたなんとも立派な豪邸。実は彼女、インテリアコーディネーターの肩書きも持ち、この家の主人ウィッテカー氏が旅行中に部屋のインテリア全てを取り替えるよう依頼されたのだ。最高級のアンティークがパメラの指示のもと次々と置かれていく。そして3日後、この家の主人ウィッテカー氏が旅行から帰ってきた。いやー、素晴らしい。まったく私好みの部屋に生まれ変わった。今回は18世紀のフランスロマン主義をイメージしてみたの。どれも最高の品ばかりよ。お気に召していただけたかしら？ああ、とても気に入ったよ。君はまさに天才的センスの持ち主だね。だが億に近い金額になるにもかかわらず、二人とも値段の話は一切しない。20年来の付き合いである彼らはお互いを信頼し、金額は二の次なのだ。そんな公爵夫人の店にこの日新しい客が訪れた。彼らストラットフォード夫妻もまた部屋のコーディネートを依頼しに来たのだ。夫のポールはタイヤ販売の事業を起こし、チェーン店の展開に成功。小さいながらも立派な一軒家を建てるまでに至った。いわばタイヤ成金である。事業を始めた頃は27万円しかありませんでした。でも20年間汗水流して働き、やっと僕も金持ちの仲間入りができたんです。それで家は小さくとも家具だけは高級アンティークを揃えようと思い、彼女にコーディネートを頼みました。早速パメラは愛車のロールスロイスで彼らの家を下見に出かけた。まずこの部屋にあるものは全て処分した方がいいでしょう。どの家具もお部屋のエレガントさを壊しているわ。また天井があまり高くないので、壁紙は青と白のストライプにしましょう。この安物のシャンデリアも処分させていただくわ。あのお宅はこれまで手掛けてきた中でも小さいものでした。ですからそれに合わせて小さな家具を選ぶのにちょっと骨が折れましたわ。数日後、ストラットフォード家の家具は全て処分され、内装も一新。そして新たなアンティーク家具を積んだ2台の大型トラックが到着した。一脚89万円の椅子から800万円ものサイドボードまで、数々の高級アンティーク家具が次々と家の中へ運び込まれる。これらのほとんどはお二人が店にいらした時何度も打ち合わせをして納得していただいた家具ばかりですの。そして以前の部屋とは大きく異なり、改装したのがこの部屋。実にエレガントな部屋に生まれ変わった。さらに、綺麗だ、綺麗。あちらの小さな机はまだお二人に見ていただいてなかったわね。この場所にぴったりだと思いまして置いてみました。いかがです？これ一つで雰囲気が大きく変わりますでしょ。18世紀のフランスのものですが、そんなにお高いものではございませんのよ。まあ380万円ほどです。気に入っていただけました？最初の予算は1800万円ぐらいだったんですけど、その2倍近くかかってしまいました。しかもテレビが見たいんですが、それを隠せるキャビネットができるまでこの部屋に置くのを禁止されているんです。だがパメラ夫人のようにビジネスに成功しているものはごく一部。商品が売れず駆けずり回っている男もいた。アンティーク物語。イギリス北部ヨークシャー地方、この郊外のとある工場で作業するトニー・カーターはアンティーク修理のプロフェッショナル。彼の手にかかればどんな傷物でも新品同様によみがえるという。そんなトニーに修理を依頼するこの男こそアンティークディーラーのデイビッド・ディッキンソン。彼は傷ついたアンティークを安く買い付け、それをトニーに修理してもらい高く売るのが仕事である。修理といっても完全に元の状態にするわけじゃありません。アンティークは古びた感じを失ってしまうと価値がなくなってしまうからです。でもこのブロンズ像は初めて見た時かなりひどいものでした。同じポーズをしたものが2体あるんですが、片方は腕が折れてたんです。それじゃあとても商品にはなりません。確かこっちの腕だったかな、いやこっちだったかな。トーニー、君の修理が良すぎて分かりゃしないよ。こっちだよ。ここにうっすらと修理した跡が見えるだろう。こうして修理したものをデイビッドは自らの足で売り歩く。この日やってきたのは資産家スレーター氏の家。女性の胸像が欲しいと聞きセールスに来たのだ。
これは19世紀に作られた一品です。どうです、この場所にぴったりだと思いませんか。私にはこの像はこの部屋に来るべくして作られたとしか考えられません。確かに素晴らしい作品だけど、アンティークという感じがしないね。残念だけど今回は遠慮しておくよ。私は自分にとって本当に魅力的なものしか取り扱っていません。でもなかなか売れないんです。おかげで私の家の倉庫にはトニーに修理してもらったアンティークがたまる一方ですよ。そんなデイビッドはオークションが開かれると掘り出し物を探しに下見に出かけ、そして会場に着くと早速アンティークを物色し始めた。この机はなかなかの掘り出し物です。ここにギローと書かれていますが、これは19世紀を代表する有名なブランドなんです。ただ革に少々傷があるのが難点ですね。まあオークション当日は250万円ほどの値がつくでしょう。しかし私ならこの傷を修理して3倍の値で売る自信があります。オークションでは絶対手に入れたい品ですね。そしてオークション当日だが、会場にデイビッドの姿はない。一体どうしたというのか。実は彼はオークションで買ったことが客に知られると商売にならないため、いつも電話で競りに参加しているのだ。Lot 272, the 19th century mahogany pedestal desk by Gillows in the Georgian taste. How much for this, please? あの机を338万円ね。よほどの大物でしょう。あのパメラ公爵夫人かもしれません。いくら努力してもなかなかうまくいかないデイビッドとは対照的に、大した苦労もせず次々と売れていく人物もいる。それが彼、アンティークショップキース・ギャランティークのオーナー、キース・スキール氏。もともと資産家である彼はロンドン郊外に豪邸を持ち、庭では趣味である動物を数多く飼育している。そしてもう一つ、彼が趣味としているのがアンティークを買うこと。そのため店には置ききれず、3つある倉庫も全てアンティークであふれている。好きで買っているうちに、ある日これが商売になることに気づきました。時代が欲しがるものと私の欲しがるものは一致するという才能を私は持っているんです。だから私の店は何もしなくても売れるんですよ。一方、ロンドンではアンティーク好きのための国際アンティークフェアが開催されていた。そこにはあの売れないアンティークディーラーデイビッドの姿もあった。今回彼は抱え込んだ在庫アンティークを全て処分しようとこのフェアに参加したのだ。この10日間で全ての在庫品を売ってみせますよ。果たして彼は抱えたアンティークを売り尽くすことができるのか。この番組は清潔で美しく健やかな毎日を目指す花王、武田薬品とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。そしてついに最終日を迎えてしまった。結局10日間で何一つ売れませんでした。多額の負債を抱えたまま、また一から出直しです。あー、ちょっと待ってください。お客さん、確か初日にもこのハープ見に来てくださいましたよね。お待ちしてましたよ。他の商品は全て売却済みなんですが、このハープだけはお客様のために取っておいたんです。どうですか、決心つきました？ありがとうございます。このハープは台湾行き決定ですね。やっと605万円のハープが台湾の実業家に売れました。これでまた買い付けに行けますよ。公爵夫人の肩書きを利用しビジネスを成功させているパメラ。好きなものを買っているうち商売になってしまったキース。そして血の滲むような努力をしてもなかなか売れないデイビッド。まさにアンティーク業界では様々な人々がしのぎを削り、古くて新しいものを追い求めているのだ。みんなでお宝を鑑定してみよう。さあ、こちらにはですね、お宝鑑定人の前野茂雄さんにお越しいただきました。
さあこれから昔身の回りにあったものが今どのくらいの値打ちなのか判定してみよう。最初のお宝はこれ、エースコックの人形。皆さん値段当てていただきましょう。僕は実際買ったんですから、これ。うん、いつ？な、いくらで？つい最近です。え、いくらで買ったの？あ、言っていいんですか？言っていいよ。8万。8万？それより安かったら俺ちょっと暴れます。そうですよね。じゃあ見ましょう。はい。はい、じゃあ8万円。全然上がってる。同じじゃん。続いてのお宝はこれ、懐かしい軟式ボール。この何球ね、昔ね、あの、うんちゅうついてきた車によくね、ここに入ってた。そうそう、入ってた。トゥルルルって引っ張ったね。1万円は欲しいな。やっぱり3000円くらいですよね。じゃあ見ましょう。はい、4000円。え、10万円こんなの本当にあの町屋だとか北千住だとかああいうところのうちの、 あの床下に落っこちて、俺んちの方に行きまったよな。30年近く野球のものをコレクションしてても、はい、このボールしか見たことないです。そして3つ目のお宝はジッポーのライター。15万くらいじゃないですかね。今でもつく感動です。というのは壊れましてもジッポー車は永久保証ですから70万ぐらい。さあ行きましょう。ほぼ148万円。いわゆるファーストジッポーで初めてのジッポーです。第一のロットファーストジッポー。そう、これはね、貴重なものなんです。来週へのお楽しみ。実は公務員さんのところからお借りしてまいりました。何持ってくんだよ。判定してくれるってから持ってきたもんの。さあ見ていただきました。じゃあうちの隅っこに置いてあったやつ。なんだこれ。何ですかこれ。あのね、枕なんです。枕。はい、7代目の将軍が使ってた枕。将軍さんの枕。将軍さんってのはこんなちっちゃい頭してた。なんでしょうか。今このコブヘイさんの証明がついたということで、はい、30万円は下らないと思います。あら、おー、はい、これコブヘイ一緒に食おう。いや、何よ。今からお前のうちに行こう。いやいや、証明してくれ。今度いろいろあるかもしれないね。たけしさん自身もたけしさんのね、もなんかなんかもらっとかないと。この後すぐ。円形脱毛症になっちゃいまして。手洗った手拭くんじゃないんか。お客さん来るかやっぱ。事故りでやるやったらやれ。帰ってもう一回チャンスをください。愛の貧乏脱出大作戦。どうも皆さんこんばんは。本当に押し詰まりましたよね。目いっぱい年内も我々をですね応援をしたいと思います。今日はですね、荒川区町屋にお住まいの大型信子さんという方からのお手紙でございます。はい、ちょっと泣かせる手紙なんです。はい。私たち夫婦は荒川区の町屋でお好み焼き屋を営んでおります。演歌歌手を目指していた主人がこのままじゃ生活していけないと言い出し、親兄弟から借金をして開業しました。主人は自信満々。しかし場所柄でしょうか。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。入り口で帰ってしまうお客もいるんです。オープンして2年、1日数枚売れればいい方です。毎月の支払い、情けないんですが親たちからの援助を受け、当然借金の返済も滞っている状態です。2歳になった娘のひなのことを考えても、これから先不安で不安でしょうがありません。辛い思いをしてやっと開いた店、マナ娘の名前ひなという名前をつけた店。このままではいけない、何とかして繁盛させたいと思う毎日。そこでこの番組にすがり、良きアドバイス頂戴いただければとペンを取りました。早速この依頼人に登場していただきます。はい、はい、どうぞ。こんばんは、よろ
しくお願いします。いやしかしなかなかこの文章といいですね。字といい、綺麗な字でね。いやとんでもございません。いやいや、本当いつからその色ですか。いや円形脱毛症になってるんで。ちょっと聞いてください。いいですか。はい、もう一回ゆっくり。円形脱毛症になってるんで、ちょっと地肌の色と実は区別がつかないように。円形脱毛症になってしまったので、なるべく地肌と髪の色と違和感のないようにということで、実はこの色にしたんです、うん、一体どんな状態なのか、まずこれからご覧に入れましょう。今なお風情を残す東京下町、うまいものにはめっぽう弱い粋でいなせな江戸っ子かたぎは、数々の庶民の味を生み出した。荒川区町屋は下町の味激戦区。通りを歩けば嫌おうなく目に入るお好み焼きの看板、駅周辺だけでも20軒が軒を連ねている。これ全部お好み焼き屋さん。全部そう。そんな中に一軒怪しげなのれんが揺れる店、問題のお好み焼き屋ひな。オープンエア用に取ったスペースは寒空に虚しい。お客の来ない店内も底冷えがする。開店してわずか2年、ご主人である大型さんの自慢は広島風のお好み焼き。もともと広島で生まれ育ち、演歌歌手を目指して上京したのが8年前。歌手として出入りしていた銀座のクラブでホステスだった奥さんと知り合い結婚、子供にも恵まれ、新たな人生のスタートにと始めたこの店も、今や重荷でしかない。こんな状況に陥ってから円形脱毛症になっちゃいまして、今もこんな感じであるんですけど、一番大きいのがこの辺ですね。もう誰もが見ても分かるぐらいですね。これは辛いですね。昼間は帽子かぶってる。それでも必死に作る笑顔は、店名と同じ名の一人娘のため。うん、店始める前も自信があったのに、自信があるんや、あるんや、何でもあるんやって言って、結局落ち目になって自信がなくなった。お客さんに食べてお金もらって、私たちも生活があるから、少しでもいい暮らししたいから、もう泣くの嫌だから頑張って、うん、頑張って。分かった、よっしゃ、任しとけ。うまでしょ。贅沢がしたいわけではない、親子3人普通に暮らしたい、そんな妻のささやかな夢も、月々の赤字を見れば粉々に砕かれる。味にはどうですか、自信あります？あ、自信あります。自信があるというご主人のお好み焼きは、味にうるさい下町っ子たちにどう評価されるのだろうか。激戦区町屋の中で行列ができる有名店に交渉、ご主人のお好み焼きを試食してくれるという。失礼します。あ、マスターいますか。あ、はい。これですか。はい、下です。味ついてんの。なんか味がもう全然、ただ粉食べてる状態と同じ。あららら、あららら、どう。うまい、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 ほんと美味しくない。これ町屋はもうこういうお好み出したらみんな潰れちゃうよ。何十軒もあるんだから。うまいと思っていた自信作も全て自画自賛、独りよがりに過ぎなかったことを思い知らされる。あんなに言われたことなかったので、今回大変にショックですね。家族も夫婦の夢ももはや散る寸前。ちょっとこっち見てください、はい、我々のスタッフがね、ちょっと問題点をって言うんでね、まあ、もうこれはもう論外、もう毎月10万以上の赤字が 毎月ですから。ただこれどうでしょう、信用したことないってのもやっぱり問題ですよね。多少は信用してほしいです。勢いで店オープンしちゃった。やっちゃった。ああ。
からこれ、ね、すごいんです、ね、半径何キロっていうかもう20軒ですよ。それぞれ特徴ある店の、あの町屋のあそこね、例えば神社さん、こういう雰囲気とかってなんかないですか、パッとこれ見てここをこうしろ、うん、お店の中が見えた方がいいなっていう気はしますよね。まずね、はい、うん、ゆくちゃん、あのね、ご主人がなんか奥さんに押されちゃってね、ご主人なんかこうちょっと引いてるでしょ、引いちゃう、うん、ねえ、その辺ですか、もう少し勢いがあった方がグッという、谷さん、え、僕はね、修行権限ゼロって書いたら勢いがダメですね。やっぱ演歌歌手を目指した時も多分下地やボイストレーニングしたいろんなものがあるんだから、うん、勢いではダメ、ちゃんと修行してやんなきゃ。そこで皆さん勝負かけましたよ。あまりにも激戦区なんでやめようと思ったんですけれども、逆に闘志が湧きました。作戦その1、はい、どうですか、熾烈なお好み焼き戦争を勝ち抜くには、うん、こだわりと活気、うん、そしてなんと下町の皆さんの人情、下町の皆さん庶民をなんとか味方につける方法を考えます。ライバルが20軒の中で唯一やってないのが実は広島焼きだった。あ、そうなんですか、そうやってなかった。そしてその2、まあ、日本三大お好み焼きの一つ広島焼きの真髄ということで、うん、生地、具、そば、三味一体のハーモニーをまず勉強します。修行です。究極の、僕も初めて知りました、パリサクフワというのが、これがもう広島風のお好み焼きのもう真髄だそうです。へえ、すごい楽しい。なんか匂ってきません、なんか匂ってきません、匂ってます、もう音も聞こえますし、うん、音が聞こえてくる。いよいよ今スタートしてますが、パリサクフワフワですか。そしてその3、テレビのご覧の皆さんに申し訳ないけど愛です。うん、愛を育む店、愛を育む家庭です、はい、あのひなちゃん見ちゃったらもうこれしかない。自分の分身ヘラと鉄板、どのくらいそれにエネルギーをつぎ込めるか、うん、そして自分の分身である娘さんひなちゃんにどれぐらい愛情を注げるか、では修行開始です。お好み焼きといっても形も味も地方によって千差万別。その筆頭として挙げられるのが大阪のお好み焼き。だし汁で小麦粉を溶き、キャベツなどの具をたっぷり、器の中でよくかき混ぜてから焼き上げる通称混ぜ焼き。ふんわりした食感を甘めのソースで楽しむ、言わずと知れた大阪の名物の一つである。やっぱりマヨネーズよね、これなのよ、これかすごい量だよ、でもこれですよ、だいたい僕らこれですね。片や東京のお好み焼きといえば材料や作り方こそ同じであるが、生地の割合がやや多め。カリッとした表面に醤油風味のソースでさっぱり食べる、これが昔ながらの関東風。加えて日本三大お好み焼きの一つに挙げられるのが広島風。クレープ状の生地に山と盛られる大量のキャベツ、さらにもやしで高い山を作って天かす、豚肉を積み上げる。最大の特徴はここに麺を加えること、よく炒めパリパリ感を出す。絶妙の頃合いを測って最後に一体化する重ね焼き、この技ですよね、うまい。仕上げの卵もあくまで半熟、麺の食感とキャベツのジューシーさこそが広島風の醍醐味である。甘めのソースを広げればにわかに漂い始める香ばしい香り、素材が織りなす美しい層こそが美味しさの証である。広島一の歓楽街やげんぼり、そんな広島風を代表する店がここ8所、常に満員を誇る人気店。観光客はもちろんのこと、何より地元の人々に愛され続けてきた。創業以来30年、庶民の味を頑固に守ってきたのが達人小川博樹。ここがご主人最後の自分を試す場所。社長さんいらっしゃいませ。はい、いらっしゃいませ。
社長さんいらっしゃいますか。社長はおらんけど、わしが親父ですよ。あ、すいません、東京から来た大本と申します。はい、あの本場の広島焼きを修行させてください。よろしくお願いします。今忙しいけど、ちょっとあそこら辺で立って見とって。はい、ね、ありがとうございます。今忙しいけど、はい。何よりもお客が第一。そんな達人を慕ってやってくる途絶えることのない人の波。どんなに忙しくともどれも手を抜かない。すごい。午後11時の閉店でもまだ満席。連日連夜これが続く。売り上げ王でも痛感する我が身との違い。ありがとうございました。閉店後、鉄板このぐらい綺麗ですか。おだこの鉄板このぐらい綺麗。もっと汚い。うわ、言われたまま。1週間に1回。なんで1週間に1回。鉄板はお客さんのお皿、茶碗、そんなもん1週間に1回磨いたらお客さんに対して失礼。鉄板見ますよね、汚いとかで嫌だよね。いや、仕事終わったら気にする当たり前じゃない。今からここビカビカ磨くからピカピカにするから、はい、一生懸命ならないさあれに、はい。拭いてもらったら落ちますんで。お客の皿は毎日きれいにするのが当たり前。汚れた鉄板を磨くたび少しずつ戻ってくる心の輝き。毎日ならんからきれいなら、きれいならんから妥協してからこらへんでいいだろうって言うんだよね。はい、気持ちいいじゃろ。はい、ね、明日も頑張ろう気になるやろ。はい、ね、はい、汚かったらならんじゃろう、はい。この輝きが料理を作るものとしての原点。これだよ、これだよ、ね。じゃああなたがね、はい、いつも店で作ってる、はい、一番のヒット商品、はい、それを作ってください、はい、ね。自分の材料を全て持ってきたご主人。東京の人には広島焼きはわからない、そんな言い訳すら考えていた自分に達人はどう答えるか。怒られるよ。緊張するだろうな。緊張するね。あ、ヘラを返す。自分のヘラは？あ、ヘラ持ってきてないです。あ、これがダメだ。ヘラ一番大事なんじゃない？はい。誰か一本貸したけどね。すいません。あろうことか自分の手とも言うべきヘラを持ってこなかった。ご主人の広島焼きは湯がいた麺を丸くまとめ、上に具を乗せ軽く叩く。首ひねってる。皆さん、できました。ぜひ味見してください。潰れるわよね、こんなと言ってたらね。はい、誰かに教わった？見て自分で覚えました。見て自分で覚えた。はい、料理じゃないよね、これ、あらら、ら何から言っていいか分からんかい。全て全てアウト。こんなもんでお客さん呼ぼうもんとお間違い、ね、中べちゃべちゃ外側だけ真っ黒焦げで、そばが団子、何も炒まっとらん、湯がいたままの状態。これうまいか。これがお好み焼き、広島風のお好み焼きだと思われたら
正直私ら困りますよね。ひどすぎるよね。ここでも答えは全員ノー。今からやるからね。はい、ちゃんと見てしっかりね。お願いします。これがわしのヘラ。はい、もし誰か間違って使ったら怒られる。はい、まあ、使うことないけど誰もね。みんなそれぞれヘラ持ってる。はい、ね、これ命。はい、ね、そうだよね。広島焼き第一のポイント、生地は素早く薄く、しかもあくまで均一に。お好み焼きの出来を左右するキャベツはしっとりとした食感が命。いつどんなタイミングで返すか、頼りになるのはヘラから伝わる感触だけ。ここでそばをしっかり炒めてあげる。一本一本あった。はい、そしたら中もちゃんとしたパリッとした食感が出るわけ。はい、ね、広島風のお好み焼きいうのは、はい、そばがバリバリ、それでこの野菜の、はい、その食感の違いを楽しむね。はい、できたできた。はい、今できた。はい、この時に最大のポイントがこの押し、しっかり押さえて水分を飛ばす。なるほど。息を抑えて水分を飛ばす。はい、ね、そしたら押せる。やった。はい、黄身が2個入ってるね。はい、お客さんわー2個入ってるね。はい、得したような気分になる。はい、下から上に、下から上。うん、バッター。はい、いただきます。はい、たった一口、それだけで違いは歴然。麺がバリバリです。おいしい。バリッとしてそば、ね、のバリバリ感と卵の半熟が絶妙です。自分のものとは似て非なるもの、これが1日250食を売る繁盛店の味である。ごちそうさまでした。はい、美味しかったです。はい、どうか違うだろ、僕に教えてください。はい、分かった。そうやけど基礎から教えるんだからね。はい、もう何もかも石から。はい、ね、ありがとうございました。はい、一番身近だったお好み焼きが一番遠くに見えた日であった。今日2日目。おはようございます。はい、おはようございます。今日もよろしくお願いします。はい、流行る気持ちとは裏腹に肝心の腕は素人同然。基本のキャベツの千切りも速さばかりに気を取られる。あらら、あら、あれ、何をしょろな話にならんで。あ、これを入れて焼いたらどうなるかい。これを口に入れたお客さんどうなるかい。さて、これが主な原料なんでね、一番のうちの、はい、ね、広島風お好み焼きの、はい、スピードは自分が怠け取るかできんかって、スピードは仕方ない、はい、ね、商品として出すんだけ、はい、あ、お客さんお金払って食べるんだ、はい、こんなもんでお好み焼き焼いたけんで絶対うまいもんになるはずないね、はい、ね、丁寧に焼け、こんなクズなんか出さんこうに、はい、ね、丁寧に丁寧に切る、はい、材料を無駄にするのも生かすのも結局は作り手の心一つ。この一切れをお客がどんな気持ちで食べるのか、切ったキャベツの分だけその重みが心にずしりと染みてくる。一定の幅に切れるようになった、ね、うん、だからこれがこういうスピードじゃどうにもならん、はい、ね、いかに自分がプロとしての
自覚にかけとった場合はね、はい、毎日切って、はい、とにかく練習する、はい、ね、キャベツ切れること、はい、できる？できます。よっしゃ、それじゃあ次に行こうか、はい、ね、はい、次の段階進もう。はい、はい、小麦粉をふるいにかけてより滑らかさを出す。そうだね、糸引きをやろう、はい、ボタボタってちきれんでやろう、はい、お玉いっぱい、はい、ね、全部出す、はい、中から外に押し出すように伸ばす、はい、ね、はい、いかにスピーディーに広げるかが成功の鍵。そうそう、トン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 でやるか、それでいい。ほら、あらららら、はい、あれ、すまない、はい、あれは緊張したんですよ、うん、ね、あ、できた、できた。あれ、あ、難しい。すいません、難しい。繰り返し繰り返し練習するしかない、はい、はい、できない。形も厚さもいつも同じ。商売をやるものならできて当たり前の生地焼きすら思うように進まない。なんでできない、こんななっちゃうんだ。もろせるんだ、ね、はい、すまない。もうヘラ持ってきたらなんて熱い。頭の中は混乱状態。何を考えてる。自分の顔を拭いたタオルでそれを拭いてどうするんや、口に入れるもん、お客さんの。はい、わしが汗拭いたので食べるかあった、自分目の前で見て。そんなふうしてやりよるんか、店でお客さん来るか、やっぱ。何を考えてる。基本的なもんかなってないの、ほんま、ね、はい、はっきり言って、ちゃんと洗ってきなさいや。はい、すいませんでした。手洗ったんじゃろ。はい、ボタ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 水落ちよるんじゃろ。はい、拭いてこいや、裏で。はい、そういったことから教えていけんのか、常識やろ。はい、手から水がボタ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 落ちよるの、お好み焼きなんか作って誰が喜んで食べるんなら。手洗ったら手拭くんじゃないんか。はい、やる気ないわ。厨房に立つ者として決して許されない行為、はい、あまりの無神経さに返す言葉すら見つからない。今あまりの常識のなさに愕然とした達人。おやさん、すいませんでした。何がすいませんでした。自分が間違ってました。もう一回気持ちを入れ替えて、もう一回チャンスをください。このままでは東京に帰れません。作り方を習いに来たのにから、そういったことからまで言わなきゃいけないね。はい、ねえ、情けないよね、まあはっきり言ってね。はい、すいませんでした。よし、やろう。はい、ありがとうございます。今度は知らんで。はい、よっしゃ、それじゃあ焼こうや。はい、お願いします。焼きなさい。はい、トン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 、ゆっくり。おお、折り切るようになってる。よしよし、ほら小さい。はい、え、小さい、上手になってるんだから。はい、お、小さい。あれ、小さい、ダメなんだ。そうじゃない、あ、小さいじゃろ。はい、さっき作ったもっと大きかったろ。はい、すいませんです。ちょっとガーッと回してみ、もっともっと。はい、そう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 、それがスピーディー。全部出す。よっしゃ、できたね。はい、はい、ちょっと小さいけどね。はい、まあ、これちょっとだけ小さいね。はい、はい、次行こう、キャベツを。はい、
のせる具はキャベツ、もやし、天かす、豚肉と全部で4種類。少し曲げて軽くゆっくり力抜いて、はい、くるっと、そうね、はい、そばを一本一本炒めるようなつもりで、はい、難しいんだ。麺はパリッと炒めるのがコツ。するんだろう、はい。野菜のジューシーな食感はこの水分を飛ばし方いか、蒸し焼きの状態の野菜をどのタイミングでどう抑えるか、広島焼きの全てが決まる。ちょうどいいさじ加減を判断するのはヘラの微妙な沈み具合。はい、はい。ソースを塗れば見た目は確かに達人と変わらない、はい、問題は食べた時に初めて分かる野菜の火の通り方。これ見て分かるように、はい、半生です。え、はい、あ、野菜に火が通ってない、はい、はは、早すぎた。だから水っぽいだろ、食べて今、はい、はい、もう一回真剣にやろう、はいね、はい、何度もやるよし、はい、はい、ボツ、はい、どこで野菜と麺を合わせるか、音、色、匂い、野菜が蒸し上がったことを知らせる何かがきっとどこかにあるはず。一瞬で水分を飛ばす達人のあのタイミングはどこにあるのか。ヘラを使わずただ覗き込むばかり。覗いたら何が分かる？いや、わか、一応色だけは分かるんですよ。色がどうなったらどうなったろ。見るだけでもいけない。見ても何も分からへんって言うやろ、はい、見て何が分かるの？自己流でやるやったらやれ、帰って耳を傾けるべきは達人の厳しい教え。などもってのほか、お好み焼き屋の命は2つのヘラ。その沈み具合こそが野菜が発する声である。ダメなんだ。